第47代アメリカ合衆国副大統領、ジョー・バイデンの2番目の妻でもある。2009年1月20日から2017年1月20日まで、アメリカ合衆国のセカンドレディの役割を担った。夫のジョー・バイデンが第46代アメリカ合衆国大統領へ就任したことにより、2021年1月20日からアメリカ合衆国のファーストレディである。 ジルト・レイシー・ジェイコブスは1951年6月3日にアメリカ合衆国のニュージャージー州ハモントンにて出生した。その後に一家は移住し、ジルと彼女の4人の妹はペンシルバニア州イローグローブで子供時代の大半を過ごした。父親のドナルド・カール・ジェイコブスは銀行の水筒係を務め、貯蓄貸付組合の頭取に昇進した。 シチリア出身者を祖先に持つジルの家系の姓は、もともとはジャコッポであったが、途中からイギリス化をして、ジェイコブスに改称した。母親のボニー・ジーン・ジェイコブスは主婦であった。キャリアを求めて15歳の時にアルバイトを始めた。1969年に、アッパーモアランド高校を卒業した。若かりし、頃のバイデン夫妻1980年4月。 バチカン四国でローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世と会見するバイデン夫妻ペンシルベニア州の短期大学に入学したジルはファッションのマーチャンダイジングについての勉強を始めたが満足のいくものではないことに気づきすぐに中退した。1970年2月にビル・スティーブンソンと結婚。一緒にデラウェア大学に通うことを決め英語を専攻した。 それから数年してスティーブンソンはデラウェア州ニューアークのデラウェア大学近くにストーンバルーンをオープンした。このバーは最も商業的に成功を収めた大学のバーの一つとなった。十分なお金を稼ぐために地元の代理店のモデルを務めたりしたが、スティーブンソンとは次第に疎遠になっていった。 その後にジルは大学に戻った。1975年3月に、連邦上院議員、ジョー・バイデンが広告に掲載された、ジルの写真を見て一目惚れし、ジョーの弟のフランクは、兄のために二人のブラインドデートを設定した。ジルは、同年に、文学志望を取得して、デラウェア大学を卒業し、高校の英語教師の道を歩み始めた。その一方で、 彼女はスティーブンソンとの大荒れの離婚訴訟を経験していた。裁判では彼女が望んでいたストーンバルーンの利益の半分の分け前を受け取れていなかったとする判断が下され1976年に終了した。1977年6月17日にバイデンとジルはニューヨークにある国際連合礼拝堂で結婚式を挙げた。 バイデンの最初の妻と乳児の娘が自動車事故で、死亡してから4年半の歳月が経過していた。ジルは事故を生き延びた、バイデンの幼い二人の息子であるボートハンターの、ママ母となることに躊躇し、バイデンが5度結婚を申し込んだ末に、これを受け入れた。妊娠中も、高校教師を続け、1981年に、ウェストチェスター大学の教育学修士を取得した。 同年に二人の間の唯一の子供である娘のアシュリーが出生し、義理の息子のボートハンターを含めた三人の子供を育てるために、ひとまず教職を離れた。その後に学校に復帰して、英語教師、読解専門家の仕事と、情緒障害の学生を指導する活動を再開した。彼女は1980年代の5年間に、ロックフォードセンターの精神科病院で、 思春期プログラムの教育も担当した。1987年に二つ目の学術修士をビラノバ大学で取得した。バイデンは1988年アメリカ合衆国大統領選挙に民主党候補の一人として名乗りを上げた。この時にジルはもし自分がファーストレディになったとしても情緒障害の子供に教える仕事はこれまで通りに続けると述べている。 彼女は、公立高校の教師を13年続けた。1993年から2008年までは、デラウェア高科短期大学で講師を務めた。彼女は生徒に自信を植え付けることに重きを置き、英作文教育や、リメディアル教育を行った。ニがガンと診断された4人の友人を持つジルは1993年に、デラウェア州内の学校などに、 チブサの健康意識を向上させるためのプログラムを無償で提供するヒゲエ団体、バイデン乳房健康イニシアチブを創設している。組織は20年余りで1万人以上の女子高生に乳がんの早期発見の重要性を強調する指導を行った。2007年に低所得層の子どもたちに本を提供するブックベイビーズのプログラムに対する支援を行い、 アメリカ軍関係者とその家族を支援するデラウェアブーツオンザグラウンドでも非常に精力的に活動している。週に5回、5マイルの距離を走り海兵隊マラソンにも参加している。2007年1月55歳の時にデラウェア大学で教育リーダーシップの教育学博士を取得した。彼女の学位論文。 スチューデントリテンションアットザコミュニティカレッジミーティングスチューデンツニーズのコピーはオンライン上での購入が可能である。2008年8月23日左からバラク・オバマ、ミシェル夫人とジョー・バイデン、ジル夫人2004年アメリカ合衆国大統領選挙でジョージ・ W ・ブッシュがアメリカ合衆国大統領に再選された後、ジルは夫に 大統領選挙に再挑戦するように促した。彼女は、後年に、夫ならイラク戦争など状況が刻々と悪化している世情を変えることができると考えたと述べている。ジルは、ジョー・バイデンの2008年大統領選挙キャンペーン期間中も、教師としての務めを続ける傍ら、週末は、夫のキャンペーンに参加した。彼女は、ファーストレディになった後も、肥満や、 出演の危険性、若い女の子向けの乳がんに関する知識向上と、乳房自己検診の重要性など健康上の問題も含めた教育が活動の中心になると述べた。また、基本的に政治に無関心なので、閣議への参加を求めるつもりはないことも述べている。バイデンが2008年、アメリカ合衆国大統領選挙に、 民主党の大統領候補として出馬するバラク・オバマのランニングメイトとなった後、ジルはキャンペーンを再開した。彼女は義理の息子のボー・バイデンのイラクへの従軍に鑑み、ブルースターズクラブのピンバッジを身につけていた。洗練された政治の話はできなかったが、監修とのつながりや感情的な共鳴によって支持を獲得することに成功した。 ミシェル・オバマとの共演も何度か果たした。夫がアメリカ合衆国副大統領候補として名乗りを上げた後、2008年秋学期モデラウェア、高科短期大学で平日は授業を行い、週末に夫と合流してキャンペーンに参加した。2009年3月、公式ポートレート2009年1月20日、バラク・オバマの 第一期大統領就任式後の祝賀パーティーでダンスを披露するバイデン夫妻ジルはアメリカ合衆国のセカンドレディとしてアメリカ海軍天文台敷地内のオブザーバトリーサークル一番地に移住したが彼女はワシントン地区のコミュニティカレッジでも教職を続けることを意図しそのうちの数カ所は彼女を採用した2009年1月に アメリカで2番目に大きいコミュニティカレッジであるバージニア州北部コミュニティカレッジのアレクサンドリアキャンパスで非常勤教授として英語にコースを教え始めた。ジルはコミュニティカレッジの公共の擁護者としての役割を担い関連した教育政策についてオバマ政権に提言することを予定した。現職副大統領の配偶者である セカンドレディが仕事をすることは稀であり、ジルはセカンドレディになった後もそれ以前からの有給の仕事を続ける初のセカンドレディではないかと考えられている。ホワイトハウスの公式ホームページなどでは彼女は本人の好みによりドクタージルバイデンと呼ばれている。セカンドレディの役割を担うジルの専属スタッフチームのメンバーには 連邦上院外交委員会の元顧問であるキャサリン・ラッセルがまず主席補佐官に選ばれた。ハワード・ディーンとエリザベス・エドワーズの元スポークスパーソンであるコートニー・オドネルがコミュニケーションズディレクターに任命され、法律事務所モルガン・ルイス・バッキアスの弁護士を務めるキルスティン・ホワイトが政策ディレクターに任命された。セカンド・レディとしてジルは合わせて8人の専属スタッフを 抱えており、そのオフィスは、アイゼンハワー行政府ビルの一角を占めている。ジルは、バラク・オバマの、第一期大統領就任式直前に、オプラ・ウィンフリー賞に出演して、バラク・オバマが、アメリカが衆国国務長官になるか、アメリカが衆国副大統領になるかを選択する、権利を夫に与えたという爆弾発言をしたため、バイデンのスポークスパーソンは副大統領職しか、 脱診されていないとして、これを否定する声明を発表している。2009年6月に、ニューヨーク市ブルックリンクにある、キングスボローコミュニティカレッジで、卒業式のスピーチを行った。2009年秋もノバで英語のリーディングライティングにコースの授業を続けた。2010年1月には、デラウェア州の冬に卒業式がある主要な大学で、 卒業式のスピーチを行った。2010年8月にはアメリカ軍人とその家族への関心を高めることを目的としてライフタイムのテレビドラマシリーズアーミー・ワイフに自分自身の役で出演した。ミシェル・オバマのファーストレディとして初の単独外遊となった2010年4月のメキシコ訪問の旅にジルも同行した。二人は途中で予告なしに ハイチに立ち寄り、同年に発生したハイチ地震による被災状況などを視察した。2011年4月にジルとミシェルは、アメリカ軍人とその家族にスポットライトを当て、その支援体制を強化することを目的とした国家主導の構想、ジョイニングフォーシズを起動させた。2011年9月に1300万人に影響を与えるアフリカの角における基金戦争、 干ばつによる危機的状況への人々の意識を向上させることを目的としたアメリカ合衆国国際開発庁の国民啓発キャンペーンに参加した。ジルはノバで教職を続けている。2011年には終身雇用の准教授に任命されて、週2日は英語ライティングコンポジション3コースの授業を行っていた。バイデン夫妻は オブザーバトリーサークル一番地に移住した後も、夫婦生活や近くに住む、孫たちと一緒に過ごす時間を大切にしており、公的活動よりも、非公式な活動の方を優先している。2012年6月に出版された子供向けの本、Don't Forget, Good Bless Our t r o o p s は、義理の息子坊の従軍が彼の若い家族に、どのように影響を与えたかについて書いたものである。 同じ月に、デラウェア州の青少年とその家族のために、ソーシャルワーカーとして働く実の娘、アシュリー・ブレイザーが結婚した。ジョー・バイデンが副大統領の再選を狙って2012年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬したが、ジルは、人前での話と政治の話の両方を嫌っているため、選挙キャンペーンには控えめに関与した。 コミュニティカレッジの授業スケジュールは削減せず、キャンペーンに姿を見せないことが何度かあった。2013年1月のバラクオバナの第2期大統領、就任式後の舞踏会には、ベラオンが手掛けたシルクの青いガウンを身にまとって、出席した。セカンドレディとして、第2期に入った後も、切断患者のためのリハビリテーション施設、イントレピッドセンターを何度も訪問したり、ロンドンで、 開催のインビクタスゲームの開会式に出席するなど、アメリカ軍人とその家族に対する支援を続けている。2014年アメリカ合衆国中間選挙中は、注目度の高い選挙戦が繰り広げられたコロラド州のマーク・ユーダルとジョージア州のミシェルナンを含む多くの民主党候補のために、キャンペーンに積極的に関与した。 ジョー・バイデンが2015年10月21日にホワイトハウスのローズガーデンで同年5月に長男坊が脳腫瘍で亡くなった悲しみがまだ癒えていないことを理由に2016年アメリカ合衆国大統領選挙への不出馬を表明した時バラク・オバマと共にその記者会見の場に立ち会った夫が大統領にふさわしい人物だと確信するジルはその後のインタビューで 最高の大統領になれたでしょうと話し、彼の決定に失望を隠すことができなかった。ジルはノバでの授業を続け、2015年秋の英語語、コースをすべて引き受けた。2016年は、夫が、ガンの撲滅を目指し、主導するプロジェクト、ガンガ打ち上げ2020のリスニングツアーに投稿した。2016年3月に1年間の、 ISS 滞在から地球へ帰還したアメリカの宇宙飛行士スコット・ケリーを大勢の NASA 職員らと共に出迎えた。ありがとうございます。